可愛い皆さん昨日の動画を見ても僕はあなたをまだ許せませんこんにちは皆さんエリタです長年欧米諸国に住んできた一日本人として昨日のインタビュー動画に納得してませんしかも今朝彼女の YouTube 動画が普通に更新されていたのでマジで言葉が出ません僕のチャンネル含め彼女の動画を使っているチャンネルには動画を削除するように代理人が回ってるみたいなんで 今朝更新された YouTube チャンネルはおそらく彼女のものだと思います。実は僕の元にも代理人から先日メッセージが来ていて、皆は精神的に追い込まれている。動画を削除しなければ、とメールが来ていたので、先日の動画を消して以来、ついにインタビューだ、とぷくちゃんの動画を見ていたんですが、皆さんのコメントにもある通り、拍子抜けというか、うーん、マジかって感じでした。 今回の動画では他者 K さんの件からずっと関わってきた身として皆さんのコメントも見させていただいた上での僕の感想動画です皆さんって呼んだら皆さんと紛らわしいんで彼女のことはここから河合さんと呼びますはじめに断っておきますがこの動画には彼女への誹謗中傷を促進する意図はありません皆さんと同じく僕も一日本人として彼女のしたことも昨日の発言も絶対に許せませんが一線を越えた批判をしてはいけませんそこだけお願いしますそれでは行きましょう まず大前提として、彼女は TikTok だけでもフォロワーが約40万人いる、いわゆる大物配信者なんですが、 彼女の動画のコメントを見る限り、ファンのほとんどが外国人です。そこを踏まえて率直な感想を言うと、今まで外国向けに誤解を招くような動画をアップしてきた結果、この謝罪インタビューをすることになったのに、視聴者のほとんどが日本人であろうぷくちゃんのチャンネルで、日本語で謝罪するより先にやることがあるだろうって思いましたね。もし本当に自分がやったことの重大性を理解してるなら、今までの動画はジョークだったことを今すぐに伝えるべきでは あなたの動画のコメントを見ても多くの外国人が真に受けているようなので彼らにも誤解させたことを謝罪するべきだと思いますがあと大事なのがプクちゃんの動画でも言ってましたねタ者ャケイさんソラニュースが拡散した最低な繁殖ビザの数あれとあなたが一切関係ないことが本当ならその趣旨を外国人のファンに伝えなんなら日本にはそんなビザは存在しないということを海外に向けて英語で発信することが最優先なんじゃないでしょうか河合さん自分の身の身だけ晴らされても 日本女性としてそんな最低流せを野放しにしとってえんか例のインタビューでは今は誹謗中傷のせいで精神的に無理なので自分の私生活が落ち着いてから海外向けに説明動画を作ろうと思います。 って言ってましたかわいさんそれは具体的にいつ頃になるんでしょうか40万人もフォロワーがいるプラス著作権の関係で動画を削除できないということであなたの動画は今もあなたの SNS でアップされている状況なんですが勘違いしている外国人の男性たちは今この瞬間も増え続けてますよあなたが自己防衛をするために削除を遅らせることでより多くの日本人女性を危険にさらしているわけですがこれが最善の行動でしょうかもしですよ 彼らがあなたの動画で勘違いして、実際に来日して、日本女性に何かあったとしたら、あなたは責任取れるんですか悪いことした外国人が、可愛いミナの動画を参考にしたって言ったら、どうするつもりなんですかインタビューでも、 誤解させる意図はなかったただのジョークだったって言ってましたが責任取るつもりですか取れないならまずは勘違いさせた外国人に対して英語で状況を説明して勘違いさせたことを謝罪するのが優先じゃないでしょうか自分が今日本で炎上してるからって僕らに日本語で謝罪しても何の問題解決にもなってませんよ一旦炎上を鎮火させようとしているようにしか見えないというコメントが結構ありましたがそう思われても仕方ないですよマジでというか例の勘違いさせるような動画の数々は最近のものじゃなく なななくくももも数ヶ月前の動画なんででう被害が出ててもおかしくないですよ僕にも心の底から愛している日本の家族が日本にいるんで英語での報告はマジで即刻してほしいですいつもお世話になっている僕の視聴者の女性の方々も最近外国人から言い寄られた ストーカーされたなんて話が僕の元にたくさん来てます。そんな話を聞くたびに、僕はあなたと他社計算、そしてソラニュースのことが頭に浮かんで何も手につきません。最近は円安になって悪いやつも来やすいんやから、マジでシャラにならんって、河合さん。あなたも移民なんだからそんぐらいわかるでしょっていうかそんぐらいわかるよな。来日する最悪な外国人の行いすべてがあなたのせいだとは決して言いませんが、さっさと英語で動画出してください。 というか、日本女性に偏見を持たれるような配信しといて、自分の時は精神的に追い詰められてるからっていうのは虫が良すぎませんかね。日本人は英語ができないというステレオタイプを壊したかったって言ってましたが、ああいう表現をすることで、日本人女性に最悪なステレオタイプを生み出してるとは思わなかったんでしょうか。もちろん、う,うやっと誹謗中傷。 ななどは絶対にいけないいけものだと思いますがさてインタビューでは日本と海外のお笑い文化の違いを話してましたよね海外ではあれがジョークとして受け取られてるけど日本では通じないから私の認識不足でしたと言ってましたその時日本のお笑い芸人さんで中国人のモノマネをしている芸人さんがって言ってた時ブクちゃんがちょっと困ってたのが印象的でしたがそれと同列で抹茶侍さんのことも取り上げられてましたね 彼も原爆を受けた後、日本人はキュートな態度で今までやってきたし、と動画内で大爆笑していて、原爆を茶化すような動画を撮って今炎上しています。僕も欧米生活が長いので、あえて言いますが、正直このようなジョークは欧米諸国では受け入れられています。僕は全く面白いと思いませんが。でもですよ、河合さんと抹茶さんは、日本人として外国人に向けて日本をコンテンツとして利用して動画を作っているということで、結果的に日本の損害になるような結果になっているんなら、 欧米では他の人もやってるから私だけ責められるのはおかしいなんて言い訳抜かさずに自分の非を認めて自分の行動の責任を認識してほしいですあなたたち日本人がこういう動画をアップすることでああ原爆撃って茶化してもええんやっていうやつや日本人女性はすぐやれるっていうアホな外人が出るのを助長しているのではこういう動画が僕ら日本人の知らないところで外国人を勘違いさせていたって思うだけでもほんとイライラします そして全ての元凶とも言える可合さんの動画ですが、日本人が絶滅しようとしている日本に来てっていう動画コメント欄は今閉まっていて見れませんがめちゃくちゃマジに受け止めている人がコメント欄にたくさんいましたよねどうやって繁殖プログラムにサインアップするんだ僕の人生の目的を見つけたよ日本行きのチケットを買ったよなどというコメントで溢れてました河合さんはこういうのは欧米ではジョークとして受け止められているって言ってましたがそれは欧米の思想を押し付けた暴力的な考え方じゃないでしょうか これはジョークですって動画の概要欄に一言添えることすらできなかったんですか、まあ、そんなことしたら欧米的には野暮かもしれませんが勘違い野郎が増えるよりいいでしょうあと個人的に納得がいかなかったのが河合さんは日本人と子作りしろなんて言ってないとプクちゃんの動画で言ってたんですが彼女の動画で Go producing out there and start producing with Japanese. and これ日本人と子作りしろっていう以外にどういう意味があるんでしょうかあともう一つ How to say let's get married in Japanese ねえビザちょうだいお願い」といった動画について外国人に対して「結婚しよう」は日本語で「ビザちょうだい」って言うんだよ。 っていう趣旨の動画だったんですが、プクちゃんがこの動画について説明を求めたら、私がビザ欲しいですねって答えてたんですけど、これ意味分かった人コメント欄で教えてください。全然僕意味は分からなかったんで。彼女はオーストラリア在住ということで、欧米の価値観が染みついていて、日本人の価値観を忘れちゃってるんだなって感じました。僕も欧米生活が長いので分かりますが、欧米人にはこういう考えの人結構多いです。でも日本人として日本を利用して動画を作っている以上、 彼女に責任は絶対にあると思います。実際、文化が違うアフリカの人たちは、河合さんのジョークが伝わってなく、真に受けていて多くの人が彼女の動画を見て日本行きを待望しているようにコメント欄を見ていて感じました。本人も言ってましたが、ネット上でアップした以上、 日本を含め全世界の人の目に留まるので、僕ら日本人が怒るのも無理はないと思います。あれは悪気がないジョークでしたっていうのは、繁殖ビザが広まった元凶である他社営さんの言い訳と変わらないのではまあ、他社さんは謝罪をしないと豪語してる分、可愛さん出てきて謝罪しているということは忘れたくないです。でもまずは顔出しで、英語で説明動画を即刻アップしてください。話はそれからかなーって思います。最後にもう一度言っておきますが、彼女の元に、どう過ぎた、誹謗中傷がたくさん来ていると言ってました。 諸国や彼女の周りの人に迷惑をかけるのはやめてほしいと一線を越えたものは皆さんもしないように気をつけてください河合さんまずは英語での説明動画を即刻アップしてくださいそれでは一日よ